なっさい、私が話す前にお母さんに話した方がいいよ。母さんはいい顔しないだろうな。助けてくれてありがとう。また今度話そう。了解。クエスト完了。脅迫の根拠。さあどうするかな。次は、ニーフ・フィッツ・ジェラルド先生の肖像画が地図の間に現れた。彼女と話をした方がいいだろう。了解。じゃあね、手紙来た。アッシュワインダーズに悩まされなくなったよ。きっと君のおかげだな。老人も僕も本当に感謝してる。これから新婚旅行なんだ。ヒルさんに結婚の報告をしてからね。応援して。の、お幸せに。よいしょ。お帰りなさい。よいしょ。先生、お知らせがあります。ゴブリンがもう一つの保管所を探してます。捜索のためにドリルを作ってました。実に厄介ね。保管所というのはルックウッド城の壊れた箱のような。そう。もう時間がないわ。地図をご覧なさい。幸い次の試練はかなり近いわ。ホグワーツに。生前の私は校長だった。校長室に肖像画が飾ってあるわ。実はあなたの到着をブラック校長が察知するところを見ていたの。あなたのことが気になった。あの、次の試練は校長室なんですか？そうよ。その時が来たら部屋の主に力になってほしいと思っていたの。残念ながら校長は自分以外に興味がないの。不在を狙って校長室に入らなければならないわ。わかりました。それじゃあ中に入る方法を探します。よろしい。そこの肖像画で待っているわ。また会いましょう。クエスト完了。校長の言葉で、どこに校長室。普通に行って入れんの？校長室にはどうやったら入れるんだろうね。フィグ先生なら方法を知ってるかもしれない。フィグ先生、あ、マーカー。執務室でフィグ先生と話す。どこですか？ん？この地下から出て、執務室、近そうなのはここ。うん。よいしょ。あ、デミガイズ始める。903。先生、次の試練の場所が示されました。何か変わったのか？ゴブリンはルクウッド城で見たような保管所を探してます。ロドゴクと調べました。それに調査用の巨大なドリルを作ってることも分かりました。フィッツジェラルド先生は心配そうでした。なるほど。ランロクは我々の予想よりも知っているようだな。それと先生、実はロドゴクがミリアムさんを知ってました。彼がミリアムを？二人はルクウッド城で会いました。彼女は調査をしてて、そこでポートキーの箱を見つけたんです。ロドゴクは彼女を気に入ってランロクに背いて箱を持ち帰らせました。なんと言えばいいやら、誰でも魅了してしまう人だな。話をもっと聞きたい。むしろロドゴクから直接話を聞きたいな。だが時間がない。次の試練はどこだ？まさかと思うでしょうけど、校長室です。なんと。怪獣像の横を通るには合言葉が必要だ。校長のしもべ妖精なら知っていよ。校長の屋敷しもべ妖精を知らないのに話せるでしょうか？向こうに忠実でしょうし。
そう、だから変装する必要がある。ちょうどここにポリジュース薬がある。ブラック校長の声と姿になれるぞ。ポリジュース薬には変身後の誰かの一部がいりますよね。調合も時間がかかるんじゃ。そうだ、ブラック校長に変身するポリジュース薬を持ってるのはなぜです？こういったものはいつ必要になるかわからんからな。彼の代理として魔法省に出向くという無駄足を踏んだ後、何か用意しておく必要性を感じたのだよ。さて、時間は有限だ。飲んだら説明をしよう。どうかね。すごい、しばらく忘れられそうにない味です。声はどうですか？バッチリだ。勝手ながら君のローブも変えさせてもらったよ。前に話した通り、スクロープから合言葉を聞き出す必要がある。彼は城内のどこにいるかわからないがな、小川先生を探すといい。彼女はスクロープにクィディッチのことを吹き込んで校長を説得させようとしているのだ。今のところ成功していないがね。なるほど。でもブラック校長に見られたら？任せなさい。我々はホグズミードで魔法省の関係者と会う予定だと伝えておこう。それで時間が稼げるはずだ。ありがとうございます。それでは地図の間で会いましょう。ブラック校長から感謝の言葉を聞くとは何とも不思議だな。では後で。校長の屋敷しもべ妖精を探そう。おい、あそこにね、変身してられる時間もあるだろうから、デミカイズは後かな。どこ行けばいいの？こっち。校長、お時間いただいても。校長、探しましたぞ、例の。忙しいんだ、シャープ先生。失礼。そうですか。ただある魔法薬についてお尋ねになりましたな。その件で。そうだったな。話したまえ。時間がないんだ。ここで話すのはよろしくないのでは？いや、いいですよ。シャープ先生、自由に話してくれ。でしたら、おできを治す薬ができました。よろしければ校長室に持っていきます。こそこそする必要はない。生徒に届けさせてくれたらいい。生徒ですか。まあ校長がそうおっしゃるなら。そうしてくれ。それとありがとう。たっぷりと調合してくれたならいいんだが。ではこの羨ましくはない任務を課す生徒を。こんにちはじゃなくて、そこをどきなさい。今は君たちに割いている時間はないのだ。さあさあどきなさい。校長の足音が聞こえたような。よいしょ。象牙の取っ手の手鏡を見なかったか？見たわけないか。ブラック校長、お元気ですか？ミスター・ゴーンと。どこに行くつもりだね？何ですか先生。ただ外へ行くだけですが。休みを取るわけか？時間を無駄にする生徒の典型だ。20インチの花発火の絵とその使用法をまとめに温室へ行こうと。そうだな。晴れ草の海と、混ぜる体。そうだ、いいひげ用クリームができるぞ。気分でも悪いんですか？いつもと様子が違いますよ。私は極めて健康だ、ガーンと。医学的な診断が必要なら、聖マンゴ病院に行く。話は。ブラック校長はものすごく。校長、よろしいですか？ブラック校長、何度も言いますが、まだ間に合います。クィディッチの中止を考え直してください。今すぐ入団試験を行えば、短くてもシーズンを開催できます。やらないよりマシです。しかし、怪我をしたとあってはね。怪我はつきものです。ブラッチャーが頭に当たった生徒は初めてではないし。
下手なお説教よりためになりますよ。みんなケロリとしたものです。今度の怪我人が純血だからといって中止と。バカげてる。くだらないゲームのために生徒の安全を軽視するとは。くだらないゲーム、本当に頭の固い方ですね校長。魔法省の魔法ゲームスポーツ部に校長のことを報告します。そうしてください。いい考えだ。必要なら用皮紙も用意しよう。さて、しもべ妖精はどこだ。何ですって。わかりました、ぜひ書かせてもらいます。スクロープなら大広間にいましたよ。私を避けているようです。なぜだろうね。では失礼させてもらう。なぜあんな人が校長になってしまったの。結構この世界で人たちって聞こえるところで悪口を。ちょっと待って、スクロープどこにいるんですか。どこスクロープ、スクロープどこ。お、大広間つったっけ、食堂つったっけ。どこだ。ちょっと待って、クエスト、あ、いやいや、中止はしません。あ、これ、そっか、これやってる最中はあんまり他のことができないようになってるのね。ゴブストーンを探すなら校内の高い場所を探すべきかも。ここだけ声が戻るの。どこへ行けばいいんだ。なんかこの下に話せる人がいることになってるけど、どこだ。いないよ。あ、これ上か。あ、サイの骸骨だ。こっちで良さそうだね。これ多分ヒントなんだろうね、他の普通の、なんていうかサブクエというかね。っていうか、どこ行けばいいのか、マーカー出ないのね。こういう時に、ちょっと待って、これ何。いや、ここじゃない。わからない。もう一回小川先生に聞いてくるか。あれだね、学校を把握してるかどうか試されてるね、完全に。まあ生徒たちと一杯お茶を飲んで。どっから来たんだっけ。